マッカラン国際空港はアメリカ合衆国ネバダ州ラスベガス市にある国際空港である。ネバダ州選出のアメリカ合衆国上院議員パトリック・マッカランにちなんで名付けられた。カジノで有名なラスベガスらしく、この空港はターミナル内に百2 3 4台以上のスロットマシンを置いている。マッカラン空港で荷物を待つ乗客の頭上にかつての飛行機が展示されている。 アメリカが衆国開拓の英雄、デビー・クロケットの子孫で飛行士のジョージ・クロケットが、現在の空港の土地に、アラモ空港を1942年に開設。1948年に、クラーク軍が、クロケットから、この飛行場を買い取り、クラーク軍営空港とし、すべての商業便はこの空港に集約した。ネバダ州選出のアメリカ合衆国上院議員で、 合衆国民間航空法を走行したパトリック・マッカランにちなんで1948年12月20日にマッカラン飛行場と改名した。1963年にはターミナルの位置がラスベガスブルバードサウス側からパラダイスロード側に移動し、この頃までに年間150万人の利用客があった。この新しいターミナルの設計は ウェルトン・ベケット建築事務所とジョン・レプローグルで JFK 空港の TWA ターミナルを参考に設計された。これはその7年後にシカゴ・オヘア国際空港のユナイテッド航空ターミナルへと引き継がれることになる。1978年航空規制緩和法が制定されマッカラン空港の就航航空会社が7社から14社に倍増した。マッカラン2線と呼ばれる 空港拡張計画が発表され、1982年に3億ドルの交際で予算化された。新中央、ターミナルビル、9階建て駐車場、滑走路の追加、拡張、搭乗ゲートの追加、乗降客用施設発進、空港へのトンネル及び道路追加を含む全3期の計画であった。第1期は1987年に完了した。 空港のメイン滑走路の様子1970年代以来、アメリカン航空用とパシフィックサウスウエスト航空用にそれぞれターミナルがあった場所に、1986年から1987年の間にターミナル2が建設された。1990年代には全島、1998年にはコンコース D 南東南西ウィングが開設された。コンコース D は 元々のマッカラン2000からの追加であった。荷物受取所にもスロットマシンが設置されている2003年に乗客が航空会社のカウンターに行かなくても搭乗券を受け取れるスピードチェックキオスクを導入。これは全米で最初、世界でも画期的なシステムであった。またラスベガスコンベンションセンターにもこのキオスクが6機設置された。2005年には 荷物タグが印刷できるように改良された。2005年から空港全体で無料公衆無線 LAN が提供されている。このサービスは18万平方メートルの面積に及ぶ。2005年にはまた、コンコース D 北東ウィングが、2008年にはコンコース D 北西ウィングが開設された。2012年にはターミナル3が開業の予定で、国際線が取り扱われる予定である。 2021年2月16日、クラーク軍議会は空港の名称をネバダ州選出上院議員を長年務めたハリー・リードにちなんでハリー・リード国際空港に改名する提案書を連邦航空局に提出することを決定した。マッカラン国際空港に着陸するサウスウェスト航空機背景はラスベガスストリップのカジノホテル群マッカラン国際空港は2つの 旅客ターミナルを持つ。コンコース A、編集、コンコース B、編集マッカラン国際空港への着陸体制に入ったサウスウエスト航空機コンコース C、編集、コンコース D、編集マッカラン国際空港に着陸するデルタ航空機ユスグス、イメージオブザイアポート一つのターミナルが貨物作業に貢献している。下記の拡張改築計画が実施。 または検討中である。ターミナル3が2012年6月に開業されている。国際線及び他の定期便が利用する予定である。14個のゲートの内東側6個が国際線仕様になっている。コンコース D からトラムが新たにターミナル3に接続している。ターミナル3には国外の航空会社及びアラスカ航空、フロンティア航空、ゼットブルー航空、 サンカントリー航空、バージンアメリカが利用する。ハワイアン航空とユナイテッド航空が発見、及び荷物カウンターを設置するが、これらは引き続きターミナル1コンコース D を利用している。ラスベガスモノレールのマッカラン国際空港への乗り入れが計画されている。この延伸計画は、ターミナル1とターミナル3の地下に駅を設ける案である。この計画にはタクシー及び、 リムジン会社からの反対が上がっている。ファインドベストモールキオスクワイリス。ありがとうございます。